気象庁による会見の途中ですが、再び新潟からお伝えします。現在も県内の沿岸には津波警報が出されています。また上越市によりますと、市内に住む90歳の女性が心肺停止の状態で病院に搬送されたということです。今日午後4時10分ごろ、石川県能登地方で震度7の地震があり、県内では長岡市で震度6弱、広い範囲で震度5弱などを観測しました。気象庁は午後4時12分上中下越と佐渡に津波警報を発表し、柏崎市クジラ波では午後4時36分に 0.4 メートル、新潟市では午後5時9分に 0.3 メートル、佐渡市鷲崎では午後5時39分に 0.3 メートルの津波を観測しました。東京電力によりますと、現在すべての原子炉が止まっている柏崎刈羽原発では、これまでのところ異常は確認されていません。上越市によりますと、市内に住む90歳の女性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。地震によるショックとみられています。また86歳の女性が階段から転落して病院に搬送、68歳の女性が過呼吸で搬送されています。83歳の女性が右の腰に怪我をしているということです。県は災害対策本部を立ち上げ、被害状況の確認を行っています。震度6弱を観測した市町村を中心に大きな被害が発生している可能性があります。被災された方々の救助、救援をはじめ、本災害による被害に対して全庁を挙げて対応してください。県は今後大きな揺れが発生する可能性もあるとして、倒壊しそうな建物やブロック塀には近づかないよう呼びかけています。それでは現在の県内の様子を中継でお伝えします。まずは新潟市西区からです。玉木さん。はい、新潟市西区寺尾の新潟西郵便局です。この辺りは地震による液状化現象でしょうか、地面がですね、大きく隆起しているところが多くありまして、この辺りは郵便局の隣、郵便局の駐車場の部分なんです。この手前は地面が崩れ落ちて、濁った水が溜まっていまして、道路からすぐ入ったところからの段差、もう空洞ができているのが分かります。はい、奥では水が流れる音もしておりまして、この濁った水かなり深くまであるように感じます。そしてこのね、手前なんですけれども、はい、駐車場とこの道路との間のフェンスの下のあたりも崩れていまして、中の水がちょろちょろとですね、この外にまで流れ出ている状況で、だんだんとこの外側にも水が溜まってきています。そしてここお客様駐車場で、奥にはお客様が止められた車が今も止まっているんですが、今日ですね、ちょうど先ほどですね、車を止めた方にお話を伺うことができまして、お話を伺いました。夕方年賀状を出すためにこの郵便局に来て止めたところ、急にですね、揺れまして、サイドブレーキをかけたにもかかわらず、こう車が前に進むような感じになりまして、車が傾いて、気づいたら前の方から水も湧き出てきたということなんです。本当に感じたことのない揺れで、一瞬の出来事だったということでした。すぐに、避難されまして、避難所の方にいらっしゃったんですが、車が心配で少し落ち着いたところで見に来られて、まあ、中に大事な書類があるので、なんとか浸水しなくてよかったと安堵の表情を浮かべていらっしゃいました。ただこの車はまだこの出せる状態にはありません。ここに来るまで、私新潟市中央区の方からこの新潟西区の寺尾、朝日通りを通ってきまして、ずっとですね、道すがら隆起しているところは本当に多くありました。この辺りは気象化現象の影響でしょうか、地面がガタガタしたところがあります。歩く際には注意が必要です。以上、中継でした。はい、新潟市西区から玉木さんの中継でした。続いて新潟駅からです。佐藤さん。はい、新潟駅構内からお伝えします。先ほど1時間ほど前に中継でお伝えした後、また五泉方面に向かう
列車がですね、新潟駅に引き返してきて、でそこでこちら新潟駅改札前で待っていたご両親と合流をして帰っていく人の姿などが見られました。またホテルなどを確保してそちらに向かっていく人の姿も見られました。今現在は駅構内人の姿というのは徐々に減ってきています。ただ30分ほど前ですね、スーツケースを押して歩く多くの人の姿が見られたんです。山形県から特急稲穂に乗って新潟駅に向かってくるはずだったそうなんですが、地震によって列車が止まり、バスに乗り換えてバスで対応してもらって新潟駅にやってきたという人がいらっしゃいました。その中にいた人に特別にここでお話をお伺いします。お忙しい中、大変な中大変ありがとうございます。地震が発生した当初はどのような状況だったんでしょうか。坂巻駅っていうところに着いて、でその後緊急地震速報が一斉になったなって思ったら、なんか急に揺れ始めて、もう車内の人たちもみんなちょっとどよどよしてるような感じで、自分もなんか意外と揺れてるなっていう感じでした。ずっと車内の中に、列車の中にいたということなんですけど、どれくらい滞在されていたんですか。発生してから8時前ぐらいまではいたんで4時間ぐらいですね。そこからバスに乗ってこられたんですよね。そうですね、JR の方で用意してもらって、でそこからバスで1時間ぐらいでなんとか ここまで来れたって感じですね。今現在新潟駅まだかなり冷え込んでいる時間も続いておりますけれども、この後はどのようにしてお過ごしになられるんでしょうか。ネットカフェを探そうかなと思ったんですけど、駅員さんが新幹線に泊まる車両を用意してくれるということなん でちょっとそこに泊まろうかなとはちょっと思ってます。お話大変ありがとうございました。これともお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。はい、今ほどお話があったようにですね、新潟駅ではスタッフさんがですね、ホテルなど確保できない人のために新幹線の中で一夜明かすことができるように、そういった対応も取っているということです。この後も引き続き落ち着いて最新の情報をこまめに確認をしてお過ごしください。以上、新潟駅から中継でお伝えしました。 JR 新潟駅前、そして新潟市西区から中継でお伝えしました。玉木さん、佐藤さん、引き続き気をつけて取材を続けてください。今JR 新潟駅で男性にお話を伺いましたけれども、坂町駅ということなんで、村上市の坂町駅、そこで4時間列車の中でいらっしゃって、そこからバスでこちら新潟 JR 新潟駅まで戻ってこられたと。そうですね、ということですね。今後の最新情報を本当にこまめに確認するようにしていただきたいですね。そうですね。さて、元日に襲った大きな地震、地震発生後からの動きをまとめました。大きく横揺れする街灯、新潟市を走る新進バイパス。こちら新潟市を走るバイパスです。バイパス上もところどころ地震によるものでしょうか、道路に亀裂が入っております。警察による交通誘導なども行われています。強い揺れを警戒し、路肩には多くの車が止まっています。こちらは規制線が張られ、今にも崩れそうな民家。新潟市西蒲区では強い揺れにより民家の1階部分が傾いていました。気象庁は午後4時過ぎ、県内全域に津波警報を発表。結構揺れましたね。最初ドーンと来たんだけど、あ、これで終わったのかなと思ったら、その後ね、グラグラっと来ましたね。びっくりしました。子供の手を引き、近くの小学校に避難する家族の姿も。車内に鳴り響く緊急地震速報。上越新幹線は緊急停止、電気は消え、不安な時間を過ごす乗客。また越後線は線路上に停車。こういうのは乗客を降ろしている状況なんですか。今救済中になります。JR の職員が安全確認をした後、近くの階段を使って
車内にいた乗客を外へと誘導していました。地震が来た瞬間ちょっと揺れたかなって感じでした。橋だったのですごい横揺れというかガタガタ怖かったです。でもやっぱり急な地震だったので。午後6時過ぎ、県は緊急で職員を招集、被害の状況などの確認を進めています。被害の状況はまだ調査中でありますが、震度6弱を観測した市町村を中心に大きな被害が発生している可能性があります。こちら新潟市中央区の避難所です。津波からの避難ということで、高さのあるところ4階が避難所に設定されています。こちらは新潟市中央区の高校。津波に備え臨時に避難所が開設されました。驚きました。びっくりしました。津波ですけど、そうですね、まあ、来ないんじゃないかとは思ったんですが、インタビュー中にも鳴り響く緊急地震速報。ちっちゃい子とかおばあちゃんとかも一緒だったので、まあ、なんかってすぐ逃げれなかったので、まあ、早めに一応避難しておこうかなという、はい、気持ちが。今もなお続く揺れ、不安な夜が続いています。県内は建物が傾くなど広い範囲で被害が出ています。また新潟市では一部の地域で断水が続いています。こちら新潟市西区寺尾にあります新潟西郵便局です。地面なんですが、液状化現象なんでしょうか、地面が崩れておりまして、普段このアスファルトの駐車場の部分がもう水たまりの状態になっています。奥に止めてあった車は斜めに傾いて、前方車の前の部分は水に浸かった状態です。新潟市西区の郵便局では駐車場に止めてある車が被害に遭いました。地震の影響で地盤が液体のようになる液状化現象とみられ、いくつもの車が沈み込んでいました。駐車場が陥没し始めたんで、これ一体何事なんだろう。で、水が湧いてきたもんですから、これはもう逃げなきゃダメだと。それで車から降りて。また西関区では。こちら新潟市西関区の越後曽根駅付近の商店街に来ています。今正面に見えるこちらの住宅ですが、地震の揺れにより1階部分が傾いてしまっています。柱は完全に斜めになってしまっています。こちらは新潟市西関区の越後曽根駅の近くの建物です。柱が傾く被害がありました。また新潟市の一部地域では断水が続いていて、市内のスーパーに水を求める市民が集まりました。しかし店員が避難したため閉店するという張り紙が。店が閉まっていることを知って呆然とする人の姿もありました。店内を覗くと陳列棚から落ちてしまった商品もありました。1年の始まりに強い揺れに襲われ、住民たちは不安を募らせています。今水買いに来て、水道管破れてるもん。いや困ったな、水ね、今まで経験ないあれだったんで、小さい頃の新潟地震以来なんでびっくりしましたね。この元旦から来たこの大地震、どんな風に感じられてます？もうちょっとこの先ちょっと1年不安ですよね。また消防によりますと、五泉市では20代の男性が地震で倒れたタンスに頭を打ち救急搬送されているということです。さて、新潟県内では現在も津波警報が出されています。各地で多くの人たちが高台などに避難しています。佐渡市鷲崎では午後5時39分に 0.3 メートルの津波を観測。佐渡市内の漁港では住民が高いところへ避難し、津波のような波を目撃していました。この無理が3回目はい、ああ、はいはい、そこ手紙行ってきた、ね、
結構揺れましたね。最初ドーンと来たんだけど、ああこれで終わったのかなと思ったら、その後ねグラグラっと来ましたね、びっくりしました。こちら新潟市中央区の高校です。今回津波からの避難ということで、4階が避難所に設定されています。1月1日の元日を襲った地震、避難所には家族連れの姿が多く見られました。出かけてたりしてなかったので、帰ってきてからでしたので良かったなとは思います。その部分はみんなが一緒だったから、はい、ある程度落ち着いては行動はできたと思います。地震起きた時勉強してて、急に2階にいたらなんか周りの本とかがちょっとだいぶ揺れ始めたんでびっくりしました。冬休みなんで追い込みかけなきゃいけなくて今やってます。現在各自治体で避難所が開設されています。暗くなっているので気をつけて避難してください。また JR によりますと、この地震の影響で県内の在来線全線と新幹線の一部の区間で運転を見合わせています。緊急停止した車両もあり、乗客はおよそ2時間後に救出されました。車内に鳴り響く緊急地震速報。緊急停止した上越新幹線の車内です。電気は消え、乗客は不安な時間を過ごしました。また新潟市内を走っていた JR 越後線の車両は線路上に停車しました。これ今乗客を降ろしている状況なんですか？今救済中になります。JR の職員が安全を確認した後、近くの階段を使って車内にいた乗客を外へと誘導していました。地震が来た瞬間ちょっと揺れたかなって感じでした。橋だったのですごい横揺れというかガタガタ怖かったです。でもやっぱり急な地震だったので。長岡駅には急な運転見合わせにより帰宅ができなくなった人たちが。今日帰る予定で、明日から仕事なのでどうしても今日帰らないといけないんです。今日中に帰らないといけないので、まあ、なんとか復旧してほしいなっていう気持ちで待ってます。 JR によりますと、この地震の影響で県内の在来線全線は最終列車まで運転を見合わせるということです。上越新幹線は新潟越後湯沢間は最終まで運転を見合わせ、東京越後湯沢間は午後9時に下り線を再開、上り線についても9時半ごろ運転を再開しました。北陸新幹線も長野金沢間で最終まで運転を見合わせるということです。またネクスコ東日本によりますと、高速道路は県内のほぼすべての区間で通行止めとなっています。現在地震速報が出されていますが、9時54分ですから今から4分ほど前に石川県で震度3の地震が観測されました。このように午後4時11分の最初の揺れがあってから定期的に頻繁に揺れが確認されています。この後さらに大きな揺れがある可能性もありますので、最新の情報を確認しながら十分に注意警戒してお過ごしください。ここまで新潟からお伝えしました。